子どもの頃から自然と建築とかインテリアが好きになって、それをずっと追い求めていった結果、今の自分がいます。私が大切にしていることは、店主のこだわりがわかるカフェでお茶をすることです。自分と向き合うことができ、そこからインスピレーションを得て次の仕事につなげることができます。今はよく映えるなんて言葉が出てきて、見た目をかっこよくしようという風潮もありますが、自分はただかっこいいもの、おしゃれなものを作ることではなく、そこで暮らす人、土地、風土、生活といった暮らしをよりよくデザインをしていきたいと日々思っています。主婦、子育てと経験していく中で、今まで未熟だった部分に気がつきました。日々あるいろいろなことをこなしながら成長していきたいなと思います。